ライドチームのハイタ君の卒業式の違う、ただ単に風船膨らましてみた。ダメダメダメ。あ、これ右です。これ右で。はい。でね、もう人がやばすぎて、プラス止めるとこなさすぎて、駐車場止めて、タクを拾って。ほんで雨、それやね、濡れてるもん。じゃあ、ハイタガチ雨女、男。ゆいじゃさ、3人でどっか行くとき、基本雨やねんな。ゆいらなんか、ゆいら2人やったらそうないよな。3人がそろったらあかんのかな。3人がそろったらユニバムとかも全部雨やんな。ずっとまっすぐで、もう左手に見えてきます。もう少しね、でもなんか今、いっぱい風船とか持ってるボールいっぱいおって、ユイラ全然そんなしょぼいんやけど、その大きさじゃなくて、やっぱ気持ちやん。そういうのでもバルーンいっぱいあるんですけど、でもカイトからいろいろ情報収集してて、そう、ほんまユイラが行くこと知らんねんな。そう、サプライズなんですよ。なんです、今日なんかもうちょい前ですって、はい、イベントすごいやばいになって、負ける。カイト一番に目指させたいんですけど、いやそれは無理よ、もうだってこの全然、え、でもランたちのこのバルーンがあるだけでまた変わるかもしれへん。モラルこういっぱいあるって言ったからさ、めっちゃバルーンやばい、見て、左やばい、ここで行きます、ね、はい、はい、雨すぎてほんまに。ゆいは今袋にこれをバルーンを入れてるんですけど、バルーン出す勇気がないわ。ちょこちょこもう卒業生出てきてるから。喜ぶんかな。なんかちっもうそんな気持ちいいね。これうちらキラキラがついてんやけど、ラメラメが見て、ラメが。ここね、あのカスがね。そう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 。それを選んでるからさ、ね、大きさだけじゃないよ。大きさの方が良かったんかな。最後それ出して、その気持ち渡したらどう？そのバルーンをまとめて、その方がいいんちゃうかな。いや、花束にそのバルーンがついてるのがまたいい。でもだからその3つぐらいから出してとかやってもらう。あ、もう多分来るかもしれないんで、ちょっと帰ってきたら回したいと思います。はいはい、ちょっとラン持ってくれ。ゆいもバルーン出そうかな。なんかみんな結構バルーンあんねんけど、ゆいが多分めちゃくちゃすごいバルーンやん。めっちゃ来ます。マジで出したら目立つぐらいしバルーンやんな。花束はあれやけどバルーンがすごいんやって。ほんまに無理。ほんまに無理。ちょっと待って。え、そんなことする？ほんまにかんとか。でも来たで学生。せやん。カイト泣いてないんかな。じゃ、待って、パパどこ？は食堂におるみたい。寒すぎてデフレ出んねんけど。ほんまにいい？バルーン出したらあかん？いや、やばいって。カイトが来たら出す？じゃあ。てか、そのバルーンで合ってるんかがわからん。いや、ほんまにそれ誰も持ってないんだけど、道見たって、そこまで行くわ。え、やんないやんない。もうだから、そうって言われてるし。もういいや。じゃあもう次カイトが来たら、てか待って、もうカイトのパパ、カイトのパパ、どこかさん持ってよ。やばいやばいやばい、濡れすぎ。カトラスか、うちの後ろカトラスか、カトラス、ケリーがなかった。最悪。待って、ごめん、めっちゃみんなごめん、バリ揺れてる。え、待って、意味だけやん。ごめんごめん、めっちゃみんなめっちゃ揺れてる。とりあえず公園でしょ、バイバイ。もう気まずいて、え、でもその風船はどこかね、それ渡して風船を出すみたいなのが一番ダサいね。だから風船も準備しとかなんか、え、ちっちゃく持っとくからちょっといい、ごめんな。リップ塗らな、いいわ、しんどそう。ちょっと待って、ほんまに恥ずい、ちょっと出さんといて、やっぱり出さんといて、あかん、ほんまに出さんといて、恥ずかしい、ほんまに恥ずかしい。ちょっと待って、モザイクかかってるって傘で。え、ちょっと待って、ほんまに恥ずい。もう YouTuber ってことにしよう、 YouTuber やからってことにしよう。もうじゃないともう恥ずかしさに死んでしまいそう。もう大変、どうしよう。待って、アキーボール、どっかに詰めるところにいると、あ、ほんまにおもろい。お前んとこちょ待って、ガチで熱い。どこ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 、ほん
まいほんまい。最高。最高まで。ありがとう。ありがとう。え、もう言うてたやん。嬉しい、ありがとう。でもごめん、あのあれやね、風船もうほら冷たいからあのしぼんでる。ありがとう。トビちゃんちょっとこれ持ってくれへん。あ、落ちた。えへへ、ラウズありがとう。雨やからな。ありがとう。ごめんやで、ありがとうな。嬉しい。なんか下がってるけど。全然嬉しい。傘持って。傘持たれへん。こっち持って。ありがとう。死んだ。ちょっと待って。なんかあったかいとこ入ったら。あありがとう、一応一応いてる、ありがとうみたいに言うよろしく、ありがとう、嬉しいな、もしよかったらこんなの入れる、あ、そうやんな、え、でもこれ店員みたいな、携帯みたいな名前、え、名前見んねん見んねん、え、じゃあ買いと、ありがとう、写真撮りたい、なんで雨なぁ、なぁ、最高いやん、雨なぁ入ったら中入る、中入ったら中入る、いけるいける、ありがとう、はい、いける、あ、ごめん動画やね、みんなスケジョーしてみんなスケジョーしてほしい、オッケーオッケー、ありがとう、もう全然大丈夫、ほな、もう折れてるからな、もうみんな風船そうなってんねん、めっちゃ髪の毛いい感じやん、カイト、え、遊んでない風船で風船使い、いや、後ろ、すごいやん、おめでとう、卒業、ありがとう、あ、全く全く、全くみんなすごいな、いっぱい来てる、はい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 、はい、ねえ濡れてるよね、理想なんや、もっとでかいの言われると思った、え、大丈夫わ、ランちゃん人気者や、みんな風船落ちた人に声かけて、風船落ちました、写真撮ってもらうよ、え、撮りたい、撮ってもらう、はい、ということで、はいはい、この3年中はもう先にね車に戻ってカイトを待ちてしましょうということで今歩いてるんですけど、また着いたカイトのこと待たれへんよ、もう折れば折るほどさやるだらけしすぎて、もうそれな、なんかもう待ってよみたいな、どうもありがとうみたいな、みんな若いなって思います、思います、なんか若いなって生きがってるわけではなくほんまに若いなって思います、あ、泣いてない、なんか頭からめっちゃ濡れてるんだよ、パンって言ってくれた、めちゃくちゃいい子やん、声かけて写真撮ってくださいって言われたら今日は写真撮りましたよ、やっぱりそう、これはね、カイトがあれやったいやいやっていうのは、なんかそのカイトの方がね、息がってるみたいでね、カイトの友達は思って私は撮りましたよ、じゃあ私なんけど、いやもうみんな若いわ、ほんまにすごいな、うん、多分渡してる人たちもランジをしてくれてるのは嬉しいです、嬉しいね、いや、あの書いてのあの友達撮りたかった写真、あ、なんかでも自分からの意味わからないやん、そう普通に、うん、あーみたいな、なんでって、
でも向こうも言うときでも言われへん、言ったらあかんのかなって、高校生なりに あるんかな、うん、全然取ったのに、あるんですか、分からんけど、マジないこれを。もうなんか服装が30ね。一応あれやでな、調べたで、卒業式親戚服装って、いやセットアップしか出てこなかったから、こいつでも最初パーカーで行こうとしたわ。もうそう、あとやんのサプライズできたけど、エグいわ。もうこの後もう一つのサプライズがありまして、はい、まあカイトに、もうこの動画は知ってるから言ってたやん。そうやの、知ってんな。カイトにね、卒業式祝い、卒業祝いということでフグに据えていこうと思います。おい、はい、まずフグ予約せな、いけるか、まあ、予約したりとか、まあ今日か分かんないですけど、もしかしたらカイトが用事あるかもしれないし、うん、でやっぱりそのね、カイトが3年間お疲れ様ということはやっぱりね、親御さんもお疲れ様ということなので、はいはい、連れていきたいと思います。はい、ではまた、なえぽよ。でもそんなにさ、ゆいもお疲れ様やねんけど、ランもお疲れ様やねん。そんな、そうやろ、そんなもうみんな終わりか。